法岩おじ、法岩おじは愛媛県松山市道後湯月町にある自衆の寺院。三号は宝国山。陰号は返上院。境内は一辺商人の誕生地として愛媛県指定史跡となっている。寺田では天寺四年に西明天皇の直眼により国師、落ち守もが創建したという。当初は法省州であったが平安時代中期に天台州となる。 王子は、松ヶ江町一帯二十二の死因があったという。昭和五年、自習の祖、一辺の弟にあたる千ガによって、再興され、自習に改修し、自習十二杯のうちの奥谷派本山となった。一辺は、縁王元年、河野道広の第二子として、この寺の一角で誕生したとされているが、遺説もある。建武元年には、徳能道綱が、 一辺商人ご誕生旧石碑を松ヶ江町の入り口に混流した境内に移築。平成25年8月10日、火災により本堂とクリが全焼し、所蔵されていた国の重要文化財である木造一辺、商人立像が消失した。参拝者からの連絡があった時点ですでに煙が充満していて、手の施しようがなく、 焼け跡から木造の残骸は発見されなかったものの状況から消失したと判断された。平成26年5月13日に松山市教育委員会の定例会で前年8月に賞尊した同志指定有形文化財の掛け仏及び残欠の指定を解除し、改めて法岩おじ伝来掛け仏残血及び法岩おじ伝来焼仏の名称で、 歴史資料として指定有形文化財に指定することが承認された。平成26年9月23日、段火総会で、掃除業費1億5千万円のうち8割に当たる約1億2千万円の寄付が集まったことが報告され、本堂などの再建計画が承認された。再建工事は平成十六年十一月に着工し、平成十七年七月四日に、 本堂の上等祭を7月21日に一辺小人堂の上等が行われ、平成28年5月14日に本堂及び一辺小人堂の落慶法要と一辺小人像の海岸法要が行われた。消失した木造一辺小人立像。ありがとうございます。